太る。俺は二十歳になってコーラを知り、どっぷりハマってしまった。それはまるで突然の落雷でも受けたかのような衝撃の出来事だった。偶然はなく、もはや必然。そしてコーラと出会って早くも3年の月日が経とうとしていた。今日も残業？たまにはお母さんのためにも早く帰ってやれよ。ありがとう。でもコーラがあるから大丈夫だよ。お前ほんとコーラ好きだな。じゃあお先に。俺は IT 企業で SE をしている。 SE 職はストレスとは切っても切れないハードな仕事だ。あれ、まだいたの？今日はもう帰れそうにない。お前目の下のクマひどいよ、大丈夫？慢性寝不足だからね。あ、でもコーラのせいじゃないよ。そりゃコーラのカフェインぐらいじゃ不眠症にはならんだろうが。お前太ったろ。そりゃ一日 PC とにらめっこだし、運動もしてないし太るさ。そうかな、コーラの飲みすぎじゃないの？母親みたいなこと言うなよ。会社に入って半年、実は15キロも体重が増えた。ブログを始める。さらに年が経過、俺は会社でプロジェクトリーダーになっていた。仕事は多忙になっていったが、コーラは欠かさず飲んでいた。そこで同僚から YouTuber やブログで副収入を得ている人がいると聞き、俺もブログを始めることにした。題して、毎日コーラを飲む男のブログ。気づけば知らぬ人がいないほどの有名人に。思いつきで始めたブログだったが、気がつけば30万アクセスを稼ぐ有名ブログになっていた。すげえじゃん、ブログの広告収入だけで生活できるんじゃね？そんな、まさか。単にコーラが好きなだけのサラリーマンの俺が、気がつけばネットの世界で知らぬ者がいないぐらい有名になっていた。コーラ会社からアンバサダーに任命される&厚労省受賞。ある日、知らない番号から電話がかかってきた。こちら〇〇コーラ広報部の者です。実はあなたの日頃のコーラ普及活動がコーラの売れ行きに貢献しているということで、社を挙げてアンバサダーに任命させていただきたくご連絡いたしました。アンバサダー？つまり我が社のコーラ大使になっていただきたいのです。そしてコーラ愛にあふれる貴殿のブログにも厚労省として100万円を差し上げたいと思っております。マジっすか？ありがとうございます。それは俺のコーラに対する情熱が実を結んだ瞬間だった。俺は一生コーラと共に生きていく。腹は決まった。突然のコーラ禁止令。寝ても覚めても頭の中はコーラのことばかり。恋に恋する乙女のように俺はコーラに恋している。そう、俺はコーラ大使なのだから。ちょっと、またコーラ飲んでるの？いいじゃん、俺コーラ大使だし。もういい加減にしなさい。そのうち糖尿になっちゃうわよ。あ、それなら大丈夫。俺まだ若いし、今のところ糖尿なんてありえないって。やっぱり親子ね。お父さんも今のあなたと全く同じこと言ってたわ。親父が？いつ？まだ結婚して間もない頃よ。とにかくお父さんの二の舞だけはならないでちょうだい。俺の親父は5年前、糖尿病を患い39歳という若さで亡くなったのだった。もちろん大のコーラフリークだったことは言うまでもない。糖尿はね、遺伝するの。最近健康診断受けたのいつ？去年。じゃあ今すぐ行ってきなさい。異常がなければ文句言わないわ。よっしゃ、じゃあ行ってきます。1週間後。あ、検査結果が届いてる。ほら、BMI も血糖値も全部アウトじゃない。ちゃんと書いてあるでしょ？要精密検査って。とりあえずしばらくコーラはダメよ。それともこのまま死ぬ？母さん、驚かすなよ。親父ひでえよ。あんたのせいで俺大好きなコーラ飲めなくなっちまったじゃん。